アスクラピア東京中田浩二です。こんにちは、よろしくお願いいたします。さあ今日はインプラントは絶対や、そんなあなたにおすすめ、インプラントと同等の満足度が得られるブリッジの設計ということでやっていきたいと思います。今日も難しい内容になってきましたが、それを分かりやすく説明するのがアスクラピアでございます。今日のお話を聞いていただければ、なんとインプラントをしなくてもあのブリッジで同じ満足感が得られる、同じような経過が得られる、そんな治療方法があるんですね。ただその条件が少し難しい、それを分かりやすく解説していきたいと思います。歯がボロボロでどうしたらいいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するチャンネルです。オンライン相談もやっておりますので、遠方の方、時間がない方はぜひご気軽にご利用ください。それでは始めていきましょう。歯がなくなってしまった人、歯を失ったところには何かしら歯を入れないと歯並びが悪くなってしまう、歯のバランスが悪くなってしまう、いろいろな理由で新しい歯を入れることを検討されている方が多いと思います。昨今ではインプラント治療というのがね、素晴らしい治療だよということでね、治療の本数っていうのも今右肩上がりだそうです。さあそのインプラントなんですが、やはり高額ですよね。かなり費用がかかってきます。1本で最近では50万円から高いところだと100万円ぐらいかかってくるところもあるそうです。そして外科的な処置をしますよね。石灰を入れて、剥離をして、骨に穴を開けて、そこにボルト入れるんですよ。神経が近くにあるかもしれませんなんて言われた日にはですね、ちょっとインプラントはやめてこうかななんて思ってる方もいらっしゃるかもしれないです。しかしながらブリッジという方法があるんです。ブリッジってもしかして歯削らなきゃいけない方法なんじゃないのと思われてるかもしれないですが、その通りです。ただ最近では接着の技術がすごく向上してきてですね、あまり歯を削らなくても入れられる方法なんかも出てきてるんですね。今日はその使い分け、どのタイプには接着ブリッジが使えるのか、どのタイプには今までのブリッジじゃなきゃいけないのか、どのタイプにはインプラントを使わなきゃいけないのか、そんなお話をしていきたいと思います。ではまずね、結論からお話をさせていただくと、2本以上歯を失っている人に関してはブリッジだけで対応するっていうのは少し難しい場合が多いかなと思います。1本欠損したところに対して両隣に歯がありますと、ブリッジも入れられます、インプラントも入れられますってやった時に、両隣の歯をきちんと健康な歯の状態で用意できるのであれば、実は10年間使った結果噛み合わせの機能が損なわれるということもないし、両隣の歯にトラブルが起きるということも少ないということが言われてます。これはインプラントと同等の生存率があるということが今報告されてるんですね。ですので、これ確実にお話しできる範囲に今日は限定させていただくと、歯1本の欠損に対してインプラントをするかブリッジをするか、ここでは結果差がないとお話をさせていただきます。もちろんブリッジの場合は歯を削らなきゃいけないですし、インプラントの方が私はメリットが多いと感じてますが、1回歯を削ることがデメリットと感じない人であればブリッジも十分選択肢に入ってくるのかなと思います。それは前歯であっても奥歯であっても歯1本の中間欠損ですね、一番後ろとかそういう場合は除くんですが、中間欠損であれば問題ないよということでございます。そして両隣の歯に関しても健康の歯じゃなきゃダメですね。例えば神経を取られてる歯だとか、歯周病学的に少し妥協しなきゃいけないようなケースですね、ちょっと骨は減ってるけどとかっていうケースに関してはお約束はできないんですが、非常にいい結果がブリッジであっても得られるということです。では奥歯と前歯に分けてお話をしていきたいと思います。まずブリッジの種類なんですが、フルカバレッジですね、歯一本丸々を削ってしまってガバッとかぶせる、いわゆる今までのブリッジっていうタイプと、最近であればほとんど削らないで裏側にくっつけたりだとか、ちょっと削ったところに接着だけで持たせるタイプの接着ブリッジっていうのが流行ってるんですね。私このタイプのデザインすごい嫌いなので、あえてダサいのを持ってきたんですが、実はこれはねあまり良くないです。接着に頼るんですけど、弱い方だけ剥がれちゃうんですよ。で強い方だけいつまでも残ってて、いやそれだったら切っとけよっていうことで、最近ではこのように接着感知レバーという言葉が出てきております。接着ブリッジの場合は歯を失ったところに対して両方をつけるので、橋渡しみたいなブリッジになりますよね。片方でバリッとくっつけといて、こっちにパンチレバーの偽物の歯を入れていくっていう方法、これを感知レバー構造って言ったりしますね。実はこちらの方が経過がいいって言われてるんです。両方につけた方が経過良さそうじゃないですか。でもこれ外れてしまうとトラブルが非常に多いので、片方外れたらもう一回つけ直さなきゃいけないです。つけ直すと経過が悪いんですよ。最近は接着感知レバーという言葉が出てきました。ただ多くの歯医者さんには接着ブリッジという方が通じますので、片方だけで維持するような接着ブリッジとかで言った方がお話しやすいかもしれません。これは最新の補鉄学会の論文、治療のガイドラインから取ってきた画像
像になるんですけど、こういった片方のところでくっつけて偽物の歯を入れる。これじゃ分かりにくいので、実際の臨床の画像を狂乱させていただくとこんな感じです。真ん中から数えて2番目の歯がないところにこうやって偽物の歯を入れてるんですよ。めっちゃ綺麗じゃないですか。しかも歯ほとんど削ってないんですよ。裏側見るとこんな感じ。ここのところに少しペチョってくっついて、ここに偽物の歯がついてるんですけど、どうですか、これで良くないですか。すなわち普通の接着ブリッジと接着感知レバーっていうのがあって、接着ブリッジは私はおすすめしないということです。でおすすめするとしたら接着感知レバーか、今までのタイプの素晴らしい美しい形態を持ったブリッジということになります。じゃあどこの部位に対してそれを適用していくのかなんですが、当然力のかかるところに接着感知レバーなんてやったらもう絶対に持たないです。ですので接着感知レバーに関しては奥歯に適用することができません。奥歯に入れるのは一択です。歯を一周削ってしっかりとボリュームのあるかぶせ物とかぶせ物でくっつけるというブリッジが第一選択になります。じゃあ接着感知レバーはどこに出るのか。もちろん前歯でございます。前歯であればまっすぐ力がかかるというよりは、前に行ったりだとか横に歯が動いたり顎が動いたりするときに上下の歯の滑走を伴って力をコントロールするような役割があったりしますので、その滑走路をきちんとコントロールしてあげれば前歯であっても十分長持ちするんですね。ですのでもし前歯でブリッジを選択するのであれば、私は接着感知レバーもありなのかなと思います。もちろん歯がすごいすり減ってしまったりだとか、すごい強い力がある方っていうのはこれ適用外になりますので、今までの奥歯と同じようなブリッジを入れなきゃいけない場合もすごいあると思いますし、神経がない歯に関してはこれはあまり考えない方がいいですね。歯に変な負担がかかってしまって割れてしまう場合もありますので、今まで通りのブリッジを入れた方がいいに決まってるんですが、本当にそこだけ悪いよっていうケースに関しては接着感知レバーが前歯に関しては第一選択じゃないかなというふうに考えております。さあいかがだったでしょうか。今日は3種類のブリッジと奥歯と前歯とどのように適応を組み合わせていったらいいかということだったんですが、まず大前提として2本以上歯を失っている場合に関してはインプラントなどを併用してあげて最小限のブリッジで収めてあげる。その設計が一番長持ちで経過がいいです。確実な方法です。もちろん我々ね、もうたくさん歯を失っているガタガタグラグラボロボロの方で全体的にブリッジでつなげることもあるんですが、再現性の非常に高いところでお話をさせていただくと一歯欠損の中歯間欠損までということでございます。そして力のかかりにくい前歯は接着感知レバーがいい、力のかかる奥歯であればフルカバレッジのブリッジがいいよってお話をさせていただきました。これらの治療方法というのはインプラントに勝るとも劣らない非常に素晴らしい補鉄方法だと思いますので、インプラント絶対に嫌だっていう方はぜひ検討してみてください。よろしくお願いいたします。他にもこんな方法はどうなのっていうことがあればコメント欄に質問していただきたいですし、こういった情報を見逃したくない方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。